死が戻ってよかったよ。彼から学びたいことはまだまだたくさんある。ヨルビックから結社の力を排除した。いつも通りさすがだね、エイボル。ありがとう、いろいろしてくれて。ああ、エイボルに渡したいものがある。数日前に書簡が届いた。差出人はキリストの貧しき戦友だな。その通り。知り合いなのか？面識はないが、内情に詳しいやつだ。これまで結社の連中を楽に見つけられたのもそいつのおかげでな。書簡にこう書いてある。ウィンチェスターの神の家を訪れ、白装束の男に会い、そしてこう家と、おごりあるところ、また恥もあり。されど減り下る者は知恵を得たり。わかった。ランビーと話して、これについて情報を集めてこよう。何か用かい？これをやる。俺が持ってても仕方がないものだからな。ああ、助かるよ。あんまり苦労させてなければいいけど、僕からの感謝の証だ。これを受け取ってくれ。助かる。でもまだ他にもあるよ。ここでは何ができる？古き結社の人間を始末したら、僕のところにメダルを持ってきてくれ。そうすれば何人残ってるか把握できる。もう行かないと。気をつけてくれ。同盟地図が見たい。アイサムがウィンチェスターから書簡を受け取った。キリストの貧しき戦友と名乗る人物からだ。隠れた味方、興味深いわ。さらなる標的がいるようね。ああ、で、どう思う？罠か。ウィンチェスターは西サクソン王国の本拠地。歓迎はされないでしょうけど、あなたなら切り抜けられるわ。行くなら目立たないようにね。ウィンチェスターに向かおう。書簡によると、神の家で白い服を着た男が待ってるそうだ。合言葉は、おごりあるところまた恥もあり。されど減り下る者は知恵を得たり。サクソンの聖書の一節だと思うわ。面白い。気をつけてね。を誇るアルフレッド王の町、
どんなクソまみれだ。神の家とは仕事になる。ここが奴らの臆病な神の家か。贅沢な住みかだ。辺りを見せてくれ。神のしもべであるエールファス司教も神を奉る勇者であった。司教は図抜けた活力を持ち、聖書に通行し機転が利き、お牛の主は最も優れたものをそばに置かれる。エールファス司教が、あいつが行くのは神の身元じゃなくて異端者が送られる炎の墓所よ。聞かれるぞ。あまねく知られ愛された貴人もいたんだ。かような人物には賞賛を送り、その思い出を残しておくとしよう。レクイエムエテルナムドナエ。神の家の敷石を踏む伝人、救済を求めるものであればよいが。救い主と語るのは後にしろ。お前に用がある。確かかね。おごりあるところまた恥もあり。されど、へりくだる者は知恵を得たり。この言葉は知ってるな。なぜ口にしたのかも。だがあなたがふさわしい人物であるかどうかまだ確信できない。
キリストはトマスにおっしゃった。私は道であり真実であり命である。キリストの行いを順番に述べるのだ。そうすれば主のもとへ至る。踊れと言うなら足さばきくらい教えろ。英知は書の中に見つけられるだろう。イングランドには数多くあったが、デーン人が教会ごと燃やしてしまった。だが近くにいくらか残っている。あるいは施しを求める魂が教えを授けてくれるはずだ。今言えることはない。いずれまた来る。彼は川に身を浸した。身を清め神に近づくために。蘇っただと？面白いな。大した技術だ。神は夏の太陽のごときまばゆい光を与えた。まるでバルドルだな。オミネビフィシモンゲセットアロンカムソー。Solidum planetum revolutam sed non novi. キリストの行いを順に述べよ。女たちは捧げ物を持ってきたが、死者の中に彼の姿はなかった。キリストの復活だ。神は水に息を吹きかけ、彼はヨルダン川で全ての罪を清められた。そう、洗礼だ。山頂で彼の顔は太陽のごとく輝き、光となった。山上の変貌だ。あなたは計りにかけられ、目方が足りないと分かった。もう一度やってみるかね。キリストの生涯を順に追うのだ。女たちは捧げ物を持ってきたが、死者の中に彼の姿はなかった。キリストの復活だ。山頂で彼の顔は太陽のごとく輝き、光となった。山上の変貌だ。神は水に息を吹きかけ、彼はヨルダン川で全ての罪を清められた。そう、洗礼だ。あなたは計りにかけられ、目方が足りないと分かった。もう一度やってみるかね。山頂で彼の顔は太陽のごとく輝き、光となった。山上の変貌だ。神は水に息を吹きかけ、彼はヨルダン川で全ての罪を清められた。そう、洗礼だ。女たちは捧げ物を持ってきたが、死者の中に彼の姿はなかった。キリストの復活だ。あなたは計りにかけられ、目方が足りないと分かった。もう一度やってみるか。お前たちの神のものならば無知の主の光はあなたの闇を照らしただろうか。では物語を。
神は水に息を吹きかけ、彼はヨルダン川で全ての罪を清められた。そう、洗礼だ。山頂で彼の顔は太陽のごとく輝き、光となった。山上の変貌だ。女たちは捧げ物を持ってきたが、死者の中に彼の姿はなかった。キリストの復活だ。キリストは言われた。私は世の光である。私に続く者は決して闇を歩くことがない。よくやり遂げた。謎かけはおしまいか。それを決めるのは私ではない。ではついてきなさい。あの方のもとへ案内しよう。謎かけを解いた報酬が沈黙か。誰に合わせる気だ。しー、愚か者でも口を閉じていれば賢く見えるものだぞ。人は誰かと話すことで賢くなる。こうして黙っていては愚かになるばかりだ。静かに。無駄口は神の耳を汚す行為だ。着いたぞ。キリストよ、悪しき群衆を恐怖させ追い払いたもう主よ。我と固き契約を結びたまえ。神の教えは有益だったか。我らの神々もお前たちの神も多くの物語を生んだ。実に笑える話をな。くだらん回答だ。しかし戦で歯のなまった斧も研ぐことはできる。ウィンチェスターの司祭は皆芝居が得意なのか。命を危険にさらすか、アルフレッドを。対等な立場で話すためにお前を招待した。ウェセックスで伝言式の艦隊をしてはいけないのか。あんたは我らの市長を古き結社に引き渡した。あの古家に。フルケはウェセックスの敵だった。だが何者かがあの脅威をこの王国から排除してくれたようだ。知らなかったなら今教えてやる。俺がやった。見事だな。フルケが消えたことで古き結社は間違いなく打撃を受けた。結社についてどれくらい知ってる。今の話とあと少し。この書簡にはキリストの貧しき戦友なる者の署名がある。私の命を狙う者がいるという警告だ。甲子大、羽根筆、合口の3人があんたを狙ってる。今では2人となった。エールファス司教は死んだ。私の知る限り彼が合口だった。神の敬虔なしもべがな。救いようがない。だがその死でウィンチェスターのキリスト教徒は結束を強めた。彼の仲間もその死で貢献してくれると良いのだが。結社に殺させるか。イングランドの征服も早まる。そうやって私を排除して根本的な解決になると思うか。ならば報酬を約束することだ。王の計りにあふれるほどの銀を。いいだろう。運べるだけ持っていけ。今朝のことだ。大官のグッドウィンが持ち場に現れなかった。信頼できるものか。グッドウィンはこの書簡を調べている最中に姿を消している。最後に目撃されたのは自宅だ。西門のそばにある。そこに手がかりがあるかもしれない。エイボル、私の客人である以上行儀はわきまえてくれ。この町は戦場ではない。今だけだ王よ。いずれそうなる。
ドウィン大官を探さないと。見えてるぞ。種筆の目はあちこちにあるよ。探し回って、どこへ連れて行かれた。髪が火にくべられてる。グッドウィンが足跡を消したのか、衛兵による証拠隠滅か。たる食卓だ。無理やり連れて行かれたんだな。町に駐屯地があるはずだ。衛兵と争った後だ。目的地は。衛兵と争った後だ。目的地はウィンチェスターの駐屯地か。攻撃される。塞がれてるようだ。
ないようだね。Heirs!
警備が厳しい。監視の数、重要人物が入ってるな。セルウィン大官は窃盗と中傷の罪で死刑を命じた夫婦か。間もなく刑が執行。武力結社の悪事の証拠、グッドウィンから取ったのか。スターに伝人、妙な時代になったものだ。アルフレッド王の頼みで来た。人探しを壊れてな。アルフレッドのことはよく知っている。でたらめはすぐ分かるぞ。彼なら堂々と依頼したはずだ。その通りだ。探したぞグッドウィン。なんでだと思う。当ててやろう。古き結社の異端者を見つけて葬るには神でさえシャベルを必要とするからだ。ではまずどこを掘る。
私の調査書が燃やされていなければ役に立つだろう。この近くにあるはずだ。この砦の隊長から奪った書類を持ってるんだが。なんと、君はウィンチェスターの守護者となるわけか。皮肉なものだな。かもな。釣り針にかかった魚が逃げたと知られる前にとっととここを出よう。壁の向こうで合流しよう。助けに感謝している。アルフレッドのお気に入りを捕らえるとは大胆だな。この結社とやらは悪辣なクソの行商人だな。そのクソの行商人がお前の国の隅々まで入り込んでる。危険な奴らだ。そういえば君の名は。カラスの戦士団エイボルだ。聞き覚えがないならマーシアの最悪とも呼ばれてる。そうか、エイボル。三人の異端者を灰の山にしたら、旧友のようにエールを飲みながらマーシアへの剣を語り合おうではないか。二人だ。アルフレッドは一人死んだと考えてる。エールファス司教が合口だ。たく、民の半数はあの変態司教を追悼しているぞ。羽筆を名乗る奴がいる。奴の武器は言葉なのか。町中に書きつけが張り出されたと聞いた。実物が手に入れば調べられる。公主台については何を知ってる。そいつも代官なのは間違いない。刑罰を与えられるのは我々だけだからな。やつは自分が正義と信じきっているんだろう。お前を捕らえたのは公主台だ。やつが法らしいな。セルウィンか。やっぱりか。あのハリネズミ大官がウィンチェスターに法の鉄槌を下した。そして罪状をでっち上げ広場で処刑していると。本当にそいつか。ああ、あいつだ。あいつ以外にありえない。あいつを止めてくれ、エイボル。お望みはションベン行けってことだな。だったらそうして。